こんにちは。素直サイズ、なおです。今回は、先日ご紹介した、キャンドゥさんで買った、ヴィンテージっていう糸を使った、試作のスヌードが育ってきたので、もうすぐ完成です。やり直したのは一応の下の部分をガーター編み、苦手なガーター編みをしてみました。輪で編んでいるので表を編んで次の段は裏を編んでっていう形だったのでそんなに苦じゃなくできました。で、使ってるのはこの裾のところはグレーのカラーナンバー2番のヴィンテージを使って、本体の部分はヴィンテージの3番を3玉使っています。3玉でここまで編めて、ちょっとモコモコしてるけどサイズ的にはセンチぐらいまで編めています。そしてハバもちょっとうまく測れるかわかりませんが、今の段階ではだいたい51センチぐらいかな、50.5 か51センチぐらい。全部出来上がってからだとまた違うかもしれないけど、約平置きで50センチなので1周1メートルを目指していたのでいい感じにできています。あと使用しているのは6号の輪針なんですけど、この一模様がだいたい5センチだったので、作り目を200目に減らしています。メリヤスだけだったら250目だったんだけど、ほどく前にちょっと改めて模様で一模様何センチかなって調べたら、一模様は10目にしたんだけど10目で5センチあったので200目に減らしました。なのでほどいてよかったみたいです。そしてあと1段編みたいところなんですけど、残りがこれだけ、200目編めるのか怪しいところですが、編めなくてもいいかなって思っています。もうこの段はメリヤスを編んでいくだけなので、表編みをずっと編んでいくだけなので、簡単です。で、このあと上のところをどうしようかなって
思っているんですけど、スヌードでちょっと肩に落としても着れるようにしたいなと思っているので、この残っているグレーの糸でゴム編みを編もうかなと思っています。で、前回の反省を踏まえて針の号数をちょっと落として、ふにゃふにゃとならないようにしたいと思っています。針の号数を落とすといっても、多分5号、1号だけ落として2目ゴム編みをしようかなと思っています。なので4玉で、肩も覆えるようなスヌードっていうのを編んでいるところです。今使っているのが80センチの輪針なので、上のところか、一応かぶれるけど、上のところがどのぐらい広がるかとかまではちゃんとわからないので、どんな仕上がりになるのかまだはっきりとは分かってないんですけど、ゴム編みにしておけばちょっとちゃんと首のところに引っかかってくれるんじゃないかなと予想しています。あとはもうすでに反省というか改善点があるなぁと思って、裾のところのガーター編みをもうちょっと幅広くしておけばよかったなってちょっと思っています。水通しをしたら変わるかもしれないんだけど、ちょっとこうくるんってなるような重みが足りないかなーってちょっと思っているので、もしもう一回作るとしたら、下もゴム編みにしようかなとちょっと考えています。この後のゴム編みの雰囲気によっては上下ともゴム編みの方がいいんじゃないかなって思えるかなと想像しています。あとは糸が今足りるか足りないかちょっとだけ気になっているので、色変えをしないで編んだ方が残り糸の心配をしなくていいかなって感じています。ガーター編みとかゴム編みとかを上下に入れるんだったら、単色でもちょっと編み地に変化が出るから糸を変えなくてもよかったかなってちょっと考えています。
なのでこれがうまく編めたらヴィンテージ4玉でいい感じのスヌードが完成しそうです。試作ですが、完成したらまた着画を撮ろうかなと思っているので、こちらのスヌードもし気になっている方がいたら、完成品紹介の着画を参考にしてもらえるといいかなと思います。メリヤスを編んでいる分には糸割れは気にならないです。前にも言ってるんですけど、この模様のところの二目一度をするときはちょっと広い漏れとかが起きそうなので、ちょっと気をつけて編む必要があるんですけど、メリヤスを編んでる分には糸が柔らかくて編みにくいっていうことはないです。コットン 100% にしては編みやすいんじゃないかなと思います。もうすぐ糸が終わりそうだけど、どうなるかな。試作で自分のだから一周ほどいたりしないで、ギリギリ足りないかも、ほどいたりしないで次の糸を使っていきたいと思います。この後は針を変えて5号針に落として2目ゴム編みを編んでいく予定です。やっぱり足りない。1模様分ぐらい足りない。やめとこうかな。こんな感じでした。どうしよう、自分のだからそのまま次の糸を足しちゃいます。そんなに違わないからいいかな。強引ですが、これで2目ゴム編みするから、あ、そっか、針変えるんだ。ちょっと結んでおきます。
この後は5号針に変えて編んでいきたいと思います。こんな感じのちょっとだけ透け感のあるスヌードの予定です。じゃあまた完成したら着画とともにご案内したいと思います。思ってたより点々が密度が濃かったけど涼しそうでいいかな。こんな感じです。ヴィンテージは何度も言っているんですけど柔らかくて編みやすいです。今日はここまで。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。